どうも原田家シェフです。私の住む宮崎では最近は雨が続いており、年は早めの梅雨が来たのかななんて思ってます。今週も美味しいカレーを飲んでジメジメした空気を吹き飛ばしていきたいと思います。それではどうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原田家専務が全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、群馬県森のきのこバターチキンカレーです。先週に引き続きバターチキンカレーもオーソドックスなカレーですが、この企画ではまだレビューしていなかったので楽しみです。具材のマッシュルームも気になりますね。早速調理していきたいと思います。今回はライスではなくなんでカレーを飲んでいきます。完成です。いただきます。中からうまい。バターの風味がしっかり効いているのですが、あまりしつこすぎずちょうどいいコクです。辛さも少し控えめで、辛いのが苦手な方でも楽しめそうです。何にもよく合うのですが、もう少しスパイシーな方が何の甘さが引き立ちそうです。今週の原田家チェンジ、今回はローリエで味変していきます。味にアクセントが加わり、よりエスニックな味わいになりました。なんでの部分にはこの方が合いますね。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さは少し控えめ、ルーはバターの風味がちょうどいいコクなので、この辺で。今回の群馬県で残りが12都道府県です。味変のアイデア募集中です。コメントぜひお願いします。今回紹介したカレーは群馬県森のきのこバターチキンカレーでした。高評価チャンネル登録お願いします。次回は栃木県いちごのカレーピンクをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ、いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから。